はい、立候補者説明会にやってまいりました。東京都議会議員選挙大田区選挙区立候補予定の片岡正史です。他何か言うことはありますか？立候補した理由とかさ。立候補した理由は、自分も当事者で心の病を持っているので、心の病を持った方がより住みやすいような、より住みやすいように作りしていきたいと思い立候補することになりました、はい、目標は、目標はもちろん当選だけど、目標はもちろん当選でございますし、供託金ラインも超えられれば万々歳だと思っております。また、なんか大田区にゆかりとかある？大田区にゆかりはないんですよね。ただ品川に小さい頃まで住んでいたので結構近いは近かったですね。さっきそこ斉藤理恵さんの車が走ってたけど、走ってましたね。来ないのかな。斉藤さんも近くまで来たから来るんじゃないですかね。どうかな、来ないですかね。喋ってましたよね。喋った後に通訳みたいな感じなんで悪いっちゃうちょっとやっぱり話してて分かんないですからね。ダメだ。自分の姉も聴覚障害者なので。あ、そうなんだ。はい、話しててちょっと何を言ってるかあんまり分かんない時があるので、まあ当事者と。そうですね、当事者として。斉藤さんは大田区は何のゆかりがあるんですかね。知らない。そこ言っちゃう。特に斉藤さんもないのかな。じゃあもう最後頑張ります。最後頑張ります。